連携的な単独店舗型のラジオシャック店、ショッピングモール内のラジオシャック店。ラジオシャックは家電販売店のチェーンをアメリカ及びヨーロッパの一部、南アメリカやアフリカで展開している企業である。2008年現在、売上高は48億1000万ドルである。ラジオシャックの本社はテキサス州フォートワース中心部にある。 ラジオシャックの現在のストアブランドとしては、レイディオシャックブランド製品、アンテニクラフト、アビオ、エナーセル、キ替わレ、ポイントモブルがある。かつて存在したブランドとしては、アカーイアン、マイミューズ X、クローナス、オプティマス、プリシディアン、ボイススター、アーチャー、デュフォーン、マイクロンタ、リアリスティックがあった。2002年から2006年まで、テキサスモータースピードウェイで開催された、 ナスカースプリントカップシリーズのレースサムスン、ラジオシャック500のスポンサーを務めた。2009年、ランス・アームストロングとヨハン・ブルイネールを擁する新たな自転車競技チームであるチームレディオシャックのメインスポンサーとなった。1921年、マサチューセッツ州ボストンでセオドアとミルトンのドイッチェマン兄弟がラジオシャックとして創業。彼らは最先端領域である。 アマチュア無線の機器を提供しようとした。ボストンの中心部に店舗を構え、通信販売も行った。店の名称は、船の通信室から取られている。船舶の通信士やアマチュア無線家を顧客にする店舗名にふさわしいと二人は考えた。この用語は、当時すでに普通に使われており、アマチュア無線では、無線局の位置を指す用語となっていた。1939年に、 最初のカタログを出し、その後 Hi-Fi 音楽市場にも参入した。1954年、ラジオシャックは独自ブランドリアリストの名で製品を販売するようになったが、間もなく訴えられ、ブランド名をリアリスティックに変更した。9つの店舗を構え通信販売も広くいったが、1960年代には苦境に陥った。ラジオシャックは基本的に倒産状態となったが、 チャールズ・タンディは、ラジオシャックと家電の可能性を見抜き30万ドルで買収した。1974年から1995年に使われていたロゴ1962年、ラジオシャックは、もともとは、比較製品を扱っていたタンディコーポレーションに買収され、タンディラジオシャックと解消した。タンディは、その後エレクトロニクス関連以外の部門を処分した。 1970年代からタンディは子会社のインタータムを通してイギリスでタンディの名でラジオシャック型のチェーン店を展開。1999年カーフォーンウェアハウスがそれら店舗を買い取り、一部店舗は売却し、残りは自社店舗に改装した。1973年にはオーストラリアにも進出。2001年ウールワースがタンディのオーストラリア事業を買い取り、 ディックス・ミス・エレクトロニクスに吸収合併した。1960年代から1980年代にかけて、ラジオシャックは月に1個の電池を無料で入手できるというバッテリークラブカードを販売していた。1990年代初めに全社的な刷新があり、廃止された。ラジオシャックはコモドールやアップルとともにパーソナルコンピュータ革命を起こした企業である。 trs-80 trs-80 カラーコンピューターといったホームコンピューターを製造を販売した。さらにタンデは PCAT 互換機市場にも参入した。タンディの PC 互換機は安価だがサウンド機能とグラフィック機能が優れていた。しかし、それも VGA 規格とサウンドブラスターが業界標準となるまでで1990年代はじめには タンディの後換気は対抗できなくなって自社ブランドの販売をやめた。1970年、タンディはラジオの製造と小売チェーン店を運営するアライドラジオを買収し、小売部門をアライドラジオシャックというブランドにした。しかし、連邦政府はこれを問題視し、アライドの小売チェーンを売却することになった。製造部門はタンディに残存し、1990年代に 売却された。ラジオシャックのもう一つの大ヒットとして、ファミリーラジオサービス製品がある。通信範囲の狭い携帯無線システムである。1990年代中頃から、携帯電話関連のコンポーネントに注力するようになった。1993年、食品業界出身のレン・ロバーツが、ラジオシャック社長に就任した。1994年、 45種類以上のブランドの電化製品の保証外の修理を安価に行うサービスを開始。そのためにアメリカ各地に部品を備蓄し、119カ所に修理センターを設けている。これは顧客との関係を構築し、店に人を呼び込むための戦略であり、ロバーツは1999年までに修理事業で年間5億ドルの売り上げになると予測した。 2009年5月時点でもこのサービスは継続している。また、カナダでも同様のサービスを展開している。1995年初が新たなロゴを導入した。ラジオシャックブランドのテープレコーダー2000年5月、同社は名称からタンディの名を外し、ラジオシャックに解消し、キャメルケースで綴って一つの単語にした。また2000年、ラジオシャックは、 RCA の製品を販売する協定を結び、独自ブランドリアリスティックやオプティマスを廃止する。最も1990年代初期にはすでにリアリスティックの名で製品を自社開発することをやめていた。RCA との契約が2004年に終わると、ラジオシャックは独自ブランドプリシディアンとアカーイアンを販売品目に加え、一時的にオプティマスも復活させた。 他にバッテリーについての独自ブランドエナーセルがある。2004年初め、ラジオシャックはフィックス1500というプログラムで全社で在庫問題と収益性を改善し始めた。これは5000点以上の店舗の中でレベルの低い1500点の店長を選び改善を促すものである。店長の格付けはデータだけではなく1対1のインタビューに基づいて行う。また、 30%の店長は是認される。一般に店長には改善のために90日間が与えられた。全部で1734名の店長が6ヶ月の猶予期間を経て配置転換または解雇となった。またこの頃、ラジオシャックは従業員持ち株制度を止めた。2005年第1四半期までにフィックス1500での評価資料は破棄され、 このプログラムを考案した役員も辞任した。2006年2月20日、CEO のデイビッド・エドモンドソンは、学歴詐称が発覚して辞任した。エドモンドソンは、ハートランド・バプティスト・バイブル・カレッジで進学と心理学を学んだとしていたが、フォートワース・スター・テレグラム氏は、そのような事実がないことを明らかにした。ラジオシャックの取締役会は、エドモンドソンを擁護したが、 結局、エドモンドソンは誤りを認め、辞任することになった。臨時の CEO として、クレア・バブロースキが就任。彼女は31年間マクドナルドに勤め、数ヶ月前にラジオシャックに移ったばかりだった。2006年8月、バブロースキは、ラジオシャックを去り、トイザラスの CEO 兼執行副社長となった。また、無線プロバイダの切り替えで、棚卸資産評価減を引き起こし、 2005年代4、市販機の利益が62%下落した。このため、ラジオシャックの株価は3年ぶりの低水準となった。2006年7月7日、新 CEO 兼会長として、ジュリアンデーが就任。デーは、小売業界で長年働いてきた経歴を持ち、セーフウェイ、シアーズ、ケイマートといった企業の立て直しに重要な役割を果たしてきた。2006年春、 ラジオシャックは店舗ごとの収益性を高め、オーバーヘッドコストを低減させる、新戦略を打ち出した。2006年前半、500近い店舗を閉鎖した。これは、店舗同士が近すぎるために、互いが顧客を奪い合っていた店舗などである。2006年に閉鎖された店舗の多くは、年間売り上げが35万ドルに満たなかった。このような努力にもかかわらず、比較的好景気だった状況で、 株価は下落した。2006年8月10日、本社に勤める従業員400人から450人を削減する計画を発表。同年8月28日、本社従業員の5人に1人が解雇された。解雇は約10日前に電子メールで通知されたという。この突然のリストラは世論の批判を招いた。2008年12月、 ポイントモブルと名付けた新コンセプトの店舗を3点オープンした。いずれもテキサス州内で、携帯電話、ネットブック、iPod、GPS ナビゲーションシステムなどを販売したが、2011年3月、ポイントモブル店の閉鎖が決定した。2012年4月、2012年第1四半期の決算が非常に悪いことが伝えられ、ムーディーズはラジオシャックをさらに格下げした。 2012年4月14日、株価は上場以来の最安値を記録した。2015年2月5日、連邦倒産法第11章の適用を、デラウェア州連邦倒産裁判所に申請し、経営破綻した。負債総額は13億8700万ドル。かつての子会社インタータンがカナダで営業していた、チェーン店は2004年にサーキットシティに売却された。しかし、 ラジオシャックはインタータンが契約条項を破ったとして売却の一週間後に訴えた。2005年3月24日、地方裁判所はラジオシャックに有利な裁定を下した。それによると2005年6月30日までにカナダのラジオシャック店950店舗はラジオシャックのブランド名や独自ブランド製品名の使用をやめなければならなくなった。 結果として、それらの店舗は名称をザソースバイサーキットシティに変更し、ラジオシャックはカナダに新たな店舗を開設することを計画することとなった。インターカンがラジオシャックの商標を使うことを防ぐと、ラジオシャックは自前でカナダに再進出することを発表した。ラジオシャックとのライセンス契約が期限切れとなる2010年まで、 ラジオシャックがカナダに進出するのを妨害するためにインタータンは法廷闘争に持ち込んだ。ラジオシャックは2005年末までにトロント周辺で20店から30店のラジオシャックを運営する計画だったが実際には計画より遅れた。2006年9月時点で直営店は9店、ディーラー契約を結んでラジオシャックの名で営業する店舗が16店となっていた。 2007年1月、アメリカ国内での事業強化に集中するため、ラジオシャックはカナダの直営店9店舗を閉鎖すると発表した。ザソースバイサーキットシティはベルカナダに売却され、ザソースに解消。サーキットシティは2009年2月に倒産して消滅したが、ザソースはそのまま営業している。インタータンはフランスでのラジオシャック店を展開し、 リアリスティックやアーチャーといったラジオシャックの独自ブランド品を販売していた。売り子の多くはフランス語の話せるケベック州の人間であった。しかし、1993年12月にフランス市会社が倒産。営業担当はマージンの低い非独自ブランド品ばかりを売っていたからだと述べている。1970年代、ベルギーでも単理の店舗があった。 当初はラジオシャックの独自ブランド品のみを扱っていた。1980年代中頃には多くの店舗が閉鎖となり、1990年にはベルギーから事実上撤退した。フランスと同様、非独自ブランドの比率が大きくなって利益が出せなくなったためとみられる。2007年時点でメルクセムに店舗が残っており、ヨーロッパ全体で唯一の店舗だという。 1970年代後半から1980年代の一時期日本でも事業を展開していたことがある。FM レコパル東版1976年春頃の広告には新宿店と調布店が記載されている。調布店は調布市摩川一丁目2918付近の工場の一角にあった。調布店では主にリアリスティックブランドのオーディオ製品、工具、 電子部品 TRS-80 の販売を行っていた。TRS-80 は、店内にミニフロッピーディスクドライブやプリンターを含むフルセットが設置され、見本機として客が使用ができた。70年代後半から80年代には、小金井市本町5丁目324席、ビル1階に店舗が存在しており、ラジオシャック PB の電池やカセットテープ、 ラジオ部品などの小物から、リアリスティックブランドのステレオセット、PCL ラジオ、マイクロコンピュータ、TRS-80 に至るまで取り扱っていた。2001年8月、ラジオシャックは、ブロックバスターのアウトレット店内にキオスク風店舗をオープンしたが、期待した結果が得られなかったとして2002年2月に、プロジェクトは終了した。二千四年からは、ウェアハウスクラブである、 サムズクラブ店内で無線キオスクを展開し成功している。これはアリゾナ州のワイヤレスリテールインクからキオスク運営の権利を買い取ったものである。キオスクの店員はラジオシャックが雇っておりラジオシャックブランドの製品は置いていないがラジオシャック製の製品を売っている。ターゲットもラジオシャックと共同で同様のキオスクを展開することを発表した AT&T スプリント、ベライゾンワイヤレスを扱う。2011年1月、サムズクラブ内の無線キオスクをやめることになり、営業利益で1000万ドルから1500万ドルの減益になる可能性が報告された。ターゲットの1490店舗でのキオスクは2011年4月まで継続する予定である。2009年、ラジオシャックは2010年から、アメリカの自転車競技選手ランス・アームストロングが、 立ち上げるチームレディオシャックのメインスポンサーとなることを発表した。その後、アームストロングをテレビ CM や広告キャンペーンに使っていたが、アームストロングのドーピング疑惑が発生し、ラジオシャックもとばっちりを受けた。ありがとうございます。